大人の遊びをしようじゃないか。デブレッジと司会付きです。本日もよろしくお願いいたします。 さあ、SOXL3 日連続下落。耐えられないと言ってる人がいますけれどもね。はい、老媒売りする人はじゃんじゃん売っちゃってくださいね。私はガチ法ですよということで。原油価格、恐怖指数、VNX、こちらもね、チェックしていきたいと思います。まあ、来週以降から年末にかけてね、SOXL、どのような戦略をしていくのか、いつも通り戦略会議進めていきたいと思います。 注意事項です。ライブ放送はアメリカのマーケットが開いている時のみ23時からスタートしますので今日はアメリカのマーケットが開きませんのでライブ放送はお休みです。ライブ放送は月曜日にね、再開しますので月曜日までしばしお待ちください。それでは SOXL 会議スタートです。この番組は現物 SOXL の威力を見せつけるということでね。 株式が下がって困った困ったっていうのはね、信用取引や CFD をやられてる方だけであってね、現物の速度を持ってる人はね、何ら影響を受けないと。SOXL、現物のね、SOXL には危険がない。危険なのは人の心。そうです。株価が下がった時に売ってしまうというね、この心です。現物の速度を持っている。株価が下落したらガチホ、上昇したら売る。なんですよね。マーケットに潜む。 誘惑と恐怖なぜか人間は株式が上昇して赤丸のところになると うわ、もっと値段が上がるということでね、52週の最高値付近、SOXL ですと、70ドル超えていけばね、バンバン買い出す人がいるんですよね。そして、そこから下落の一途をたどっていってしまう、どんどん下がっていく、どうしよう。そして、青丸になった時に、これ以上値下がりしたらどうしようということで、70ドルで購入したソクルを売ってしまって、そしてさらにね、買い戻しもしないというね、まあ、負の連鎖が起こってしまうと。 信用取引やね、CFD してる方で下がっていて恐怖を覚えるっていうのは当たり前なんですね。下がれば下がるほど、お衣装ロスカットというね、恐怖に耐えながら追加資金を入れていかないと、今のね、持っている SXL、SO、のポジションをホールドすることがね、できませんから。ですけれど、我々、現物の SXL、SO、をね、持っている我々は何も追加資金入れることなくね、 今のポジションをホールドできますから、下落しようがね、そのままガジホ株式っていうのは必ず上昇していきますからと。ゴールドバン・サックス最大4000人の削減を検討ということでね。 この自分自身の立ち位置を、ね、理解していきましょうと書いてるんですけど、何かというと、まあ、さっきのこれですよね、えー、株式が暴落していく、リセッションが来るなどね、まあ、来年リセッションが来るんじゃないかと言われてますけれど、まあ、リセッションが来て困るのは、ね、このゴールドマン・サックスで最大4000人のリストラを、ね、観光しているという、ね、このリストラに選ばれた人たちっていうのは困りますけれど、株式を持っている、まあ、ゴールドマン・サックスの株は持ってないですけどね、まあ、これ半導体だったらということで考えて いいいただけけれればいいんですけれど株式を持ってる我々は別にね、はい、ゴールドマン・サックスがリストラ4000、人してもこれで人件費が、ね、かからなくなる会社としてはね 株式上昇だみたいになるわけでしょ。えー、ということなんで、えーね、リストラされる4000人の人には申し訳ないですけれど、私たちからすると、別にリストラされてもね、何も困らないという、ね、ことになってきますんで、まあ、しっかりとね、株式を所有している、そしてそれが現物の株式だというね、自分の立ち位置というのをね、まあ、しっかり理解した方がいいんじゃないかなと。 こちらがね、10年債利回りの方です。え10年債利回りは上昇しました。3.490ということですけれど、まあ、チャート見ていただいたら分かるようにね、えてっぺんつけまして、まあ、そこから下落していってると。ま,あ、まだまだね、債券利回りとしては、 高い水準ですけれどね、一段安くなってくれたところで、レンジに入っているということで、ね、こちらはいいのかなと、えただ10年債利回りは上昇したんですけれど、2年債利回りですね、2年債利回りの方は下落したということなので、もともと10年債と2年債逆イールド発生してますんで、も、まあ、元から混乱してるといえば混乱してるんですけれど、金曜日のマーケットも10年債は利回りが上昇、2年債は利回りが下落ということでね、債、ま、券、あ、市場の中で、 お金の出し入れというのがね、あったということでかなりね。本命を極めているんじゃないのかなと思います。 バイデン政権がね、はい、戦略備蓄の補充計画開始と、えまずは300万バレル購入したということでえ、16日にこれね、発表があったということは、この300万バレルっていうのは、まあ、16日よりね、前の日に買ってるんですよね。今回のね、購入っていうのは、前回ね、インフレがきつくウクライナの問題とかがあってね、まあ、原油価格がぐっと上がった時に、アメリカ政府が放出したのをね、まあ、ここをね、補充しないといけないということで、その時、96ドルでね、売ってる ですよねアメリカ政府は。で、今回、まあ、70ドル台で買い戻しできてるので、まあ、すごくねお得な買い物ができてるということで、アメリカの納税者にとって、好条件をね確保し、加えてエネルギー安全保障を強化する機会となったということでね、まあ、バイデン政権の、まあ、功績を、ね、自家自賛したというような、ね、状態で、まあ、アメリカはうまいことやりますね、日本政府もこんな感じでね、うまいことやってるのをニュースで出してくれると嬉しいんですけれど、岸田さん、頑張ってくださいねと。 ただ、こういうニュースが出てきますと、えー、原油価格って上昇するんじゃないのかなと思ったんですけれど、今のところはいい感じでね、70ドル台をキープしていただいているということで、まあ、前日より下がってますよね、74.47ということなんで、まあ、もうね、今月は80ドルには戻らずにね、この70ドルのままフィニッシュしていただければ、1月の CPI もね、かなりいい数字が出てくるんじゃないかと、まあ、ただいい数字が出てくるんじゃと期待しすぎると、期待よりね、期待した数値を超えれていないとかって言ってね、株価が下がる可能性もありますけれど、ただね、確実にインフレの数値っていうのはね、徐々に徐々に低下していってる、まあ、これは間違いのない事実、これが株価に影響を与えれるようになるのはいつの日なんでしょうね。こちらがね。 恐怖指数、ナスダック100に連動している、えー、恐怖指数の方です。 え、恐怖指数っていうのは、まあ、40を超えてくれば、老媒売りが加速する、ナスタック100のね、この数値が低くなれば安定してると言われてるんですけれど、まあ、今40よりはかなり下のところですけれどもね、昨日は大きく下げをつけて陰線で終わっているということになってますんで、まあ、結果、ボラ率が高い状態になるということは、株価のボラ率も高くなるというようなね、状態で、まあ、この恐怖指数が何ぐらい ぐらい動くのかによってね、まあ株価のボラ率っていうのもえそれに比例していくのかなというふうにね思っております。まあこれだけ下引っ掛けてますからね、強烈にさすがはメジャー SQ の金曜日だったんじゃないのかなと思います。こちらは SOXL の5分足のチャートですよね。もうプレマーケットの時点でえかなりね下落しておりました。 ただ、マーケットが開いた、一旦上昇したんでね、全戻ししたんですよね。よし、このまま上昇していくのかっていうと、大雨の王子でしたと。えー、そこからは下落の一途、一旦上昇はするんですけれど、下落、そして引けにかけてまた上昇していくんですけれど、まあ、時間外取引でも売られているということなのでね、メジャー S q の日でね、ボラ率が高い日ということだったんですけれども、まあ、そのボラ率っていうのがね、下の方向に、ね、向いていて、 しまったということで、別にメジャー SQ の日、常に下がるわけではありません。下がる日もあれば上がる日もあると。えただ、その下がったとき、上がったときっていうのはね、ボラ率が高くなると。まあ、ただ、SOXL で見るとね、まあ、所詮2%しかありませんのでね、まあ、大したボラ率ではなかったのかなと。 こちらが日足の方うの、ね、チャートの方になっております。11月10日から、ね、形成しているレンジの方をまだ抜けきれていません。まあ、ですから、ね、来週はここを、ねえー、ぶち抜いていって、底掘っていく展開になるのか、まあ、それとも、ね、このレンジのまま推移していくのかっていうのを、まあ、見極めていくのが、ね、ポイントになっていくのかなと。ただ、私としてはもう年末まで、ね、レンジに入るんじゃないのかなということで。まあ 今週しっかりと下げましたのでね、まあ来週は反発来るんじゃないかなというふうにね、えらく監視しております。さあ私が保有しております SOXL。 トータルリターン、マイナス34.81%ということでね、まあ、下落しておりますけれど、まあ、ここはパラメーターですから、まあ、こんなところはね、全然気にせず、余裕をぶっこいて、プラスになるまで待っていきましょうということでね、まあ、基本的にお金持ちっていうのはね、こんなところがマイナスになっていたとしても、理覚しませんから、マイナスの時には。ですからね、何の問題もない、ね、生活費に困った人が、ね、株式投資やってるわけではありませんのでね、まあ、お金持ちの人たち、株式投資を成功して こうさせてる人たちっていうのは、マイナスのトータル利体になった時別にね、ここからね、お金を出して旅行に行ったりとか、ご飯を食べたりするんではなくてね、自分の他の資産から、まあ、しっかりとそういうね、費用を捻出してる。それが自分自身の働き口となってくると、これは労働者収入、お金持ちの人たちは資産からご飯を食べてる、資産家収入ということでね、まあ、なってくるということで、まあ、 何よりもね、余裕をぶっこいで、プラスになるまで待てる人の、ね、心の豊かさがある人が株式投資には成功していくと。ですから、株式投資で負けた人っていうのは、心が高ではない人じゃないのかなというふうにね、最近思うようになってきました。 さあ、年末リバランスをかけていきたいなということで、12月19日、月曜日以降の戦略ということで、まずは SOXL リバランスをかけるためには今のポジションが重要だということで、今のポジションをおさらいしておきますと、金曜日のマーケット11.11 11でフィニッシュしております。月曜日、 思いっきり上昇したとして12.88、思いっきり下落したとして9.33、このね、レンチの中を動いていくんじゃないのかということで、で、今、リバランスをかけたい、SXL を売りたいということで考えていきますと、上に上昇しても12.88しか上昇しませんので、私が今回、リバランスをかけていこうと思っている商品は12.1473ということなんで、まあ、12.88まで、ね、上昇していただければ、まあ、売れる状態にはなるんですけれども、 まあこの12.88では売りませんということでね、まあ、13ドル以上で売りますということで、となってくると、まあ、月曜日では売れないと、でまあ16%上昇するのかというと、しないしないということで、ね、まあ、上昇しても2 3、3%とかっていうね値になってくると思いますので、まあ、来週の週の後半ぐらいで売却できればいいかなというふうに考えております。今回のレンジ、レンジの幅は14ドル以上、11ドル台前半で考えております。金曜日はメジャー でで終わっったんんじゃなないのかなと思ってますんで普通のメジャー SQ とかそういう関係なくなってしまった年末のちょっと出来高が細ってくる時期ということになってくるとまあレンジの幅っていうのは11ドル前半で考えておいた方がいいのかなと思ってますただしまあ月曜日以降も遅く掘っていく展開が続いていくのであれば7.4ドルになったら買い増し現金の方を入れていきたいと思いますそれまでは今持っている商品で利益が出てるの ををってそしてそそしれをドルに変えてそのドルを次はどの商品に変えていくのかなというね、まあ、リバランスの方をどん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 ん進めていきたいなと現金の追加は SOXL が7.4ドル切るまでお預けということでい、ね、き、えー、ます、まあ。ということなんでね、最近ね現物のインデックス投資をやっている人がね バンバンふるいにかけられてね、どん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 損失を出している人たちがね、続出してるということがあるんですけれど、これはね、金融リテラシーがなっていないとかっていう人がいるんですけど、まあ、金融リテラシーというよりは、ね、心の余裕がないだけじゃないのかなということでね、最近ね、私は思っておりますので、まあ、心に余裕を持って暴落っていうのはいつまでも続きません。どっかでフィニッシュは来ます。まあ、来年1年、もう1年ね、このような低い形のレンジに入るかもわかりませんけれどもね、 まあ再来年以降、金利を落としてくれるようなね、えー、状態。まあ来年中はちょっと難しいかもわかりませんけれどもね、まあ再来年ぐらいで、まあしっかりと金利がね、えー、今、あ、ねえーえー、引き上げていってるところを引き下げていく状態になれば、まあ、必ず株式は復活するということがありますのでね。まあその1、2年間、えー、また来年1年もこんな状態が続くのと思われた方は心に余裕がないですね。来年1年、あ買い場が継続すると心の底 ここから思えた人は、この SOXL 含めたインデックス型の投資っていうのはね、買っていくんじゃないのかなということで、まあこのね、下落しているところっていうのは会場でしかありませんから、まあしっかりと現金を投入しなかったとしてもね、リバランスなどをかけていって、このレンジ期間中をね、大いに楽しんでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。